あの我々えっ、ー、と私 DBCS の所属ですけど、あとまあ NBDC というところとえっ、ー、と研究協力関係にあって一緒にそのある生命科学データベースの RDF による統合データ統合ということに、えー、取り組んでいますが、えっ、ー、とその RDF によるデータ統合ということに関して、えー、簡単にご紹介したいと思います。でこのそもそもその我々が生命科学データベースの統合ということにまあなぜ取り組んでいるかということなんですけれども、えっ、ー、とまずデータベースの数 ライイフサイズの世界はデータベースの数が多いというのは結構特徴なんですけれども、まあ、こういったその資産があって世界でも1万から2万ぐらいはあるであろうと。であの有名な NAR ヌクレックアシードリサーチ誌っていうのが毎,月毎年1月にデータベース特集号を出すんですけども、えーとまあ、一応査読付き論文としてデータベースを紹介されるんですけどもそこで、まあ、2016年の中で1662人の データベース論文というのがそれまでに、えー、とパブリッシュされていると,、えー、とこれはあの論文の数じゃなくてデータベースの数ですねあと,、えー、と NBDC の方でもあの日本で作られているデータベースのカタログ化ということを行っているんですけども、まあ、そこにもう1555の,15の、まあ、去年の数字ですけども、えー、とデータベースが登録されているそうですあの の数と結構近くなってますけどもそれは NAR の, N の方は査読付き論文として出たものの数であのインテグバイオの方はまあ別に論文化されてるされてない関係なくデータベースの数を数え上げてるからえと数が多いんだと思います。あとまああのゲノムプロジェクトがまあ90年代からたくさん始まっていてえとそういうまあゲノムのデータベースってすごく多いんですけども。 あのゲノムプロジェクトの数自体が、えー、とこれも去年の数字ですけどゴールドデータベースに、えー、と8万9,000以上のプロジェクトが記載されていると,ということで、まあ、あの基本的に生命科学データベースはまずデータベースの数が多いそれから対象としている分野が多いで生物種もバラバラということで。あの たくさんデータベースがあるのをもうちょっと効率よく統合して使うにはどうしたらいいかということの、えー、と基礎研究として我々そのセマンティックウェブというものに注目して、えー、とそのデータベース統合に取り組んでいるわけです。で DBCLS の,、まあ、のまあミッションのまあ一つとしてあの、まあ、データ駆動型サイエンスを実現するようなできるようなデータベースを開発したいというのがあります。でその もう最近だとなんかフェアっていうえと言葉がなんか流行りだしているみたいなんですけどもえとそういったそのデータベースのえーとたくさんあるデータベースをまあ見つけやすくして相互運用性を高めてえと再利用し,しやすくするというようなこととまあセマンティックウェブっていうのはすごく親和性が高いんですね。でえ まあこれまでのデータベースの問題点というのを挙げるとちょっといろいろ時間かかるので、あの、まあ端折りますけども、あの、データのセマンティックスというものが、えっと、まあ、これまでは比較的あまり明示的に記述されてなかったせいで、えっと、うまく統合して使えなかったとっいう問題が一つあって、まあ、セマンティックウェブを使うことで、そのデータの書かれている、データに書かれている内容ですね、それがより明示的になる。 明示的になるっていうのは基本的には機械でで自動的にに処理できるるようになると,、えっと人間が介在するとデータ処理っていうのは、まあ、人間がかなり解釈してしまえるのであのあ、ま、そこそこ曖昧な記述がされていても、まあ、バイオインフォマティシャンが介在すればデータ統合できるんですけども、まあ、それが数が多くなってくるとデータベースがたくさんあってデータのサイズが多くなってくると、まあ、人の介在する部分が多ければ多い,いほど効率悪いわけですね。 ですので、まあ、データの意味を自動的に扱えるっていうことが、まあ、あの大量のデータを扱うために不可欠ですとそういう観点から、まあ、セマンティックウェブを使おうというふうに考えて取り組んでいます。であのセマンティックウェブというのは、まあまあ、実はいろんな既存の技術を組み合わせてそのまあウェブ上でいろんな知識やデータを表現して まああの機械処理しやすくしようというようなえと取り組みですですのでまあ特定の何かセマンティックウェブ技術というものが一つ作られたわけではなくて既存の技術をうまいこと組み合わせてえと実現しようとしていますでその中で特にあのまあ主要なものはここに挙げられているものですけれども RDF というものでまあ今日のテーマですけど RDF というものでえとまず情報を記述すると。 それから、えっと、ま、RDF 記述するときに、あの、オントロジーを使うっていうことがすごく重要なんですけれども、ま、オントロジーを、ま、RDF で記述するためのボキャブラリーとして、R という、えっと、オントロジー記述言語があります。それから RDF に問い合わせを行うための、えっと、問い合わせ言語として、えっと、s p a r k l というものがあります。で、ま、この3つがわ、を分かっていると、大体あの、セマンティックウェブの世界でデータを使うには十分かなと思います。で、 RDF をまああの利用する利点、まあ、今までで多少述べましたけども、えー、と基本的にその意味が明確になるということでデータを統合しやすくなるということと、それからあのワールドワイドウェブコンソーシアムで、これ基本的にあの標準的にえともう決まっている仕様なので、特定の企業が決めたりとかいうものではないので、まあ、比較的あの安定して流行り下り にえー、と関係なく安定して使える技術ではなないいかなと考えていま,すでまずそのすごく分かりやすい利点の一つとしてフォーマットが共通化されるということがあってこれはすごくバイオインフォマティクスやってる人は分かると思うんですけどもあのバイオインフォマティクスで使われているデータベースって一個一個ちょっとずつまあ形式が違ってあのもちろんリレーショナルデータベースでさ、えー、作られているものもあればえっ、ー、と 漢幕切りのデータで作ら,作られてるものもあれば、えー、と XML で記述されてるものいろいろありますよねで、えー、とそれら一個一個ちょっとずつ違うとで、まあ、それをま,まつめてなんか解析するときには大体パーザー書いて自分に都合のいい形のフォーマットに整形してみたいなことをやるんですけども,も RDF 最初から同じフォーマットなのであのそれ必要ありませんであとそのこれもちょっと専門的になるかもしれないですけど えっと、グラフ構造なんですね、RDF っていうのは、後で説明しますけどで、グラフ構造なので、えっ、ー、と、まずデータスキーマがないという、まあ、グラフ構造という意味では、まあ、でかい構造がありますけど、いわゆるあの、リレーショナルデータベースでいうようなところのデータスキーマがないので、えっ、ー、と、データのスキーマの変更に強いという問題があります。だから、一度データベースを作ってから、後で仕様を追加するような時にも、えっ、ー、と、柔軟に対応できて、 えとこれは結構実はバイオロジーの世界では、えー、と重要なことであの後からなんか新しいことが分かってきたりとかですねあの今まで考えられてたものと概念の扱いが変わったりする、えー、ときにデータベースの中身構造も変えたくなることっていうのは実はよく起きるんですけども、まあ、それに関して既存のものを破壊することなくそのまま上に追加するっていうことが割とやりやすいっていう利点があります。で次にもう一つその ID のの問問題題っていいうががすごくま根が深い問題ですで、あのー、これはその一つのデータベースを使っている時にはほぼ,ほぼ気にならない問題なんですけども、えー、と異なる組織が作っているデータベースを合わせて使う時には <coughs> その同じものを指しているのに違う ID が使われているもしくは同じ ID、まあ、文字列として同じ ID なんだけど違うものを指しているというようなことが、えー、と頻繁に起こるわけです。で、えーと それはそのものすごく手間がかかることなんですけども RDF では URI を基本的に使うのであの全ての記述は URI で行うので,で URI はご存知のようにそのインターネットで1位のえーとページを指すためのえと ID ですよねですので URI を使うことで少なくともあのグローバルに統一の ID を使っていると NCBI が採用している ID とか まあえー、DDBJ が採用している ID とかっていうそれぞれ独立したものではなくて世界みんなで使っているものなので、えー、とまずそこが一つ大きな利点です、ね、であとはそのデータの意味の明示化っていうのは主にまあオントロジーを使うことで出てくるんですけども、えー、とこののっの URI で記述しているものはそもそも、まあ、遺伝子ですよとかタンパクですよとか細胞ですよとかいうことを記述することにな、まあ、するのがいいとされているので何を記述しているかっていうことが、まあ、明確になって機械処理しやすすくなるとということがありますそれから総合運用性が高まるということに関しては、えっと、当然その個々の異なる研究グループ がえー、と異なる国の異なる研究グループが作ったデータっていうものも、えー、とお行儀よく RDF を作っていくことで、えー、と相互にまずつながる可能性があるでかつその我々今主に生命科学の分野で研究してますけどもちょっと離れたところで実はつながる可能性のあるデータって結構あ,るありうるわね。 潜在的にあるわけですでもこれまではそれはなかなかすぐ使えるものではなかったんですけども、えっと、そういったものが、えっと、そのまま独立に開発されてても取り込んで使えるようになる可能性が出てくるでその例として例えば一つ挙げたのがあのここでは医薬品申請の話なんですけどもあのまあえっとこれは PMDC ってや PMDA っていうのはその日本の、えっと、医薬品の、えっと、あれですね、えっと 医薬品医療機器総合機構っていう、まあ、あの組織ですけどもここがあのの薬の認可とかをする組織なんですねでそこでその企業が、えー、と新しく薬を作る時治験とかで情報を、えー、とここに提出するんですけどもあのその時に、まあ、今あの C ディスクっていうあの国際標準を使って記述するということになっています。であのその、C、ディスク がですねえー、と最近 RDF 形式でもえと記述できるようになっていてです、ね、もしもこれがうまくあの進めばさまざまなえと製薬企業で開発してきた治験データとか最終的なあの薬のデータとかっていうことが RDF で利用できるようになるということで。あのー これはそのすごく、まあ、ある種の研究者によってはポテンシャルの高い情報になるわけですね。ちょっと別の例を挙げますけども AMED っていうあのありま、えー、と医学系の,あの日本医療研究開発機構というところがありますけども、えー、とここの、えー、とデータベース整備事業というところの、まあ、これはプレスをコピペしてきたものですけども、えー、とここでもです、ね、京都大学のグループでは、えーと RD えー、医療分野の知識を RDF で構築するというようなことのアナウンスがありました。 でこういったこともそのままじゃあいずれ我々が利用できる可能性がある。でこれも別の例なんですけどもこれはですねあの、まあ、国連の,その食糧農業機関っていうところでこれもうずいぶん昔から、えー、と農業に関するオントロジーっていうのが開発されています。で、えーとまあ、特にあの欧米ではこの食糧安全保障なんかに関するえっ、ー、と 共通のボキャブラリーとしてこれを採用することになっているんですけどもこれも当然今,今ではも、えー、ともとは RDF 以前からあるものですけど今は RDF 形式で利用できるということで、えー、とそのまま農業関係の知識も利用できるようになると、まあ、こういったような、えー、とそもそも想定してなかった、まあ、まあ我々例えばバイオヘマティクスの人が想定してなかったような情報も、えー、とそのまま苦労なしく利用できる可能性があるというようなところも利点です。 でこれあのちょっと年表なんですけども、えっと、じゃあいわゆるその分子生物学とかそのいわゆる生命科学分野で、えっと、いろんなデータベースがある中でどういったものが今 RDF として利用できるのかというような話なんですけどもあのそもそもセマンティックウェブって提唱されたのが2001年ぐらいからなんですね。 でえー、と最初にそのユニプロットというタンパク質のデータベースが、えー、RDF 化を、えー、行いました。でこれ今でも RDF バージョンを利用することができます。であのその後ですね、Bio2RDF という、えー、といろんなバイオのデータベースのリンク情報を RDF で提供しようというプロジェクトが始まってこれも今でも、えー、とサービスされています。で日本からは、ね、PDB というあのタンパク質立体構造のデータベースが、えーまあ、日米を4局でとまあ日米れ四局で 強調して作っている立体、タンパク質立体構造のデータベースですけれども、ここももう2011年の段階で RDF を提供するということになっています。で、その後ですね、われわれ DBCLS も、これはアプリケーションですけれども、ゲノムのデータを RDF を使ってサービスする統合ゲノムというものを開発しています。 で、2014年には、えー、EBI が RDF プラットフォームというサービスを開始していて、えっ、ー、と、ここは多分今6つほどの、えー、とデータベースを RDF 形式で出しています。えっ、ー、と、例えばその、あえっ、ー、と、アンサンブル、ゲノムデータのアンサンブルですとか、それからパスウェイのリアクトームですとか、えっ、ー、と、化合物とタンパク質の、あの、圧生情報をコレクションしている、えー、パブケムとかですね、 そういったものが、えっ、ー、と、ここで RDF として、えっ、ー、と、公開されています。で、あと、今、2015年に、えっ、ー、と、これは NBDC の方から、えっ、ー、と、日本国内で開発されている RDF データを、えっ、ー、と、集積するための RDF ポータルというサービスが、えっ、ー、と、開発されて、これも今でもこう、えっ、ー、と、利用、公開、えー、継続してサービスを続いています。 では、これ、そっか、去年のスライドなんでこんな書き方になっちゃいましたけど、えっ、ー、と、DDBJ は、今、えー、まあの、めでたく、えっ、ー、と、RDF として利用できるようになっております。ということで、あの、もう、あの、ものすごい、あの、実はすでに大量の、えっ、ー、と、まあ、これ数で言うと、えっ、ー、と、多分に1000、2000億トリプルというようなレベルの、えっ、ー、と、RDF 情報がすでに、えっ、ー、と、オープンに利用できるようになっています。 これはちょっと今日のお話に関係が深いかもしれないんですけども RDF 作るときにですね、あのー、実はその初心者の場合にいろいろつまずくところがありますでまあ私もずっと初心者だったのでつまずいてきた人間なんですけども、まあ、そういったその経験をですね、えー、っと我々、えー、っと定期的に発火層イベントなんかを行っていて、あのーまあ、RDF とかセマンティックウェブで、えー、っとデータベースを作ったり解析したりする したいっていう人たちが集まったハ士カソンやってるんですけども、まあ、そういったところで集まった知見を、えーとまあ、こうコンパイルして編集してあの、まあ、r d f に生命科学データを RDF する、えー、ときに注意したらいいこととか、まあ、ベストプラクティス的なことをこのガイドラインとしてまとめていて、えー、とこれはまああの随時更新もしてるんですけども今 GitHub の上でえっと閲覧できるようになっているのであの まあもし皆さんが RDF、自分のデータ RDF 化するっていう時には、えっと、ぜひちょっと参考にしていただけると、あのまあ、割と役に立つ情報がいろいろ載ってると思います。で、これは後で、えっと、後半でもうちょっと詳しく述べようと思います。はい。そうですね。で、ちょっとあの、まあ、手前味噌ですけども、この NBDC の RDF ポータルの紹介を簡単にさせていただきたいですけども、 これは先ほど説明したようにその日本で開発されたデータベース RDF データベースをコレクションしたポータルサイトです。でこれ特徴はですね一つは RDF にすると統合しやすくなるということを今まで言ってきましたがこれは RDF にすれば簡単につながるっていうのはちょっと言い過ぎなところがあって。あの その枠組みとしてはそれを提供していますがあのそもそもそのどういった語彙を使ってデータを記述するかっていうのは作る人に任せられています。で当然異なる人が独立にデータを作ったら、えー、とその人の考えで語彙をつく使うので当然そ,のそこには相互がありますよね。その簡単に統合でききない問題が起きますであのそういったことを多少でも軽減するためにですね あのここにポータルに登録する RDF データは先ほどの RDF ガイドラインに準拠した形で同じ語彙を使ってくださいというようなお願いをしていてまあその登録するえときにそれをえとまあ違う部分があったらえとまあ修正とかもしていただいた上でこう登録しているということであの同じえと特にまあ基本的な部分でえっと よく使われるものとか重要なものに関しては同じ語彙が使われているということでえとまあかなり意味のレベルでえと統合化が進んでいるような RDF データセットになっています。でえと現在えーと20個の RDF データがえーとここにサービスされていてえーと例えば PDBJ や DDBJ それ オープン,ン TG ゲッツというそのトキシゴゲノミクスのデータベースとかですね、えー、ICGC 国際がんゲノムのがん、えー、データの、えー、RDF とかですね、えー、とかなりあの規模の大きいものから、えー、と対象もさまざまなものまでコレクションされていますでかつあの今まで紹介した EBI の,、e、の RDF プラットフォームですとかユニプロットそれから NCBI の p u b ム e m みたいな えと外国のえー、諸外国の RDF セットとはデータとはかぶ、えー、っていないあの双方的な関係のデータが、えー、と集まっているので、えー、とそ,れそれらす、まあ、全体を使うことで、えー、とより広範な、えー、とデータ環境が作れると思っています。はい、でここで、えー、とちょっと、まあ、思ったより長くなっちゃいましたけどまず最初に、えー、とこの RDF のによる統合の取り組みに関する話はここまでとします。で、えー、っと、次に3分の2の方は何もう RDF 知ってるよという話でしたけども、えー、っと、残りの方のに向けて、えー、っと、入門、RDF の入門を、えー、っと、したいと思います。で、えー、っと、指し棒を使った方がいいのか、ポインターを使った方がいいのかかな。 ですごくあの知ってる人には当たり前の話になっちゃってると思いますけども RDF ってそもそもそのですのであの覚えることはすごいかそんなに多くなくて、えー、とこの主語述語目的語英語でサブジェクト・プレディケート・オブジェクトって言いますけどもこの 3つの要素の組み合わせで1つの、まあ、ステートメントって英語で言ってますけども、まあ、1つの文を作るっていうのが全てです。で、えー、と全てこの主語、述語、目的語っていう3つの要素で作られる文だけで書かれています。で、えー、とこれを、まあ、3つ組みなのでトリプルっていうふうに呼びます。で,あのですので、例えば10トリプルあって、 というようよな言い方をするときはこの主語・述語・目的語のものが10組あるというようなことになります。で一応このシンプルな文の書き方で、まあ、基本的に何でも表現できるということに一応なっております。であともう一つはそうです、ね、そのじゃ何がその主語・述語・目的主語・述語・目的をどうやって記述するかっていうことなんですけどもそこにそのさっき言ってたような URI を使うということになっています。 えー、URI を使うかまたは目的語の時だけ、えー、とリテラルかこれちょっと後で説明しますけど、えー、と空白濃度まあ主語も空白濃度っていうことがありますこれ後で説明します、えーとまあ、基本は URI ですけども目的語は、えー、とリテラルリテラルっていうのはあのただの文字とか数字とかです URI はインターネットにえー、に。 インターネットブラウザに入力すると何かがページが表示されるものですねものですリテラルはそういう機能はありませんただの文字ですねはいでまあ例えば、えっと、もう具体例で言うと日本これは主語が日本で述語がえっと 首都は何かということを表している述語でえと目的語が東京日本の首都は東京ですということを意味した一つの RDF トリプルです。でこの述語は DBpedia っていうあのえとウィキペディアを RDF 化したえとようなサービスがあるんですけどもそこでえと定義している えと述語になりますで3つとも URI ですねネットのインターネットのアドレスを持っているものです。でこ度ちょっと用語の解説ですけども、えー、RDF の、えー、と使用は今まで、まあ、僕はあの主語・述語・目的語に URI を使うと言ってきましたけども。 えっと一応定義としては RI を使うということになっています。で、RI というのはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんけども、えっ、ー、とこれはそんなに難しいことでなくて URI というものをえっ、ー、と多言語化したものですね。URI はあの,あのアルファベットで普通記述するアス,アスキーアスキコードで記述する。まあ主にあのだいたいあの英語で。 記述する英語というかそのアルファベットで記述英語のアルファベットで記述するものですけども IRI だとは例えば日本語なんかも使えることになってます。であのさらに URI っていうのはもともとの定義としては URL と URN というようなものを包含したような概念です。ただちょっとこれそんなにあの詳しく理解していただくことはもうないので URL という用語の方がもしかしたらなじみ深いかもしれませんね。同じもののと考えてくださいあの いわゆるインターネットアドレスというようなものです。で、えっ、ー、と、今日の、えー、RDF を作るっていう観点から言うと、その RDF のフォーマットをちょっと理解していないと、えっ、ー、と、えー、困るわけですね。で、RDF 自体は、えっ、ー、と、フォーマットというようなものではなくて、F はフレームワークの F なんですけども、えっ、ー、と、 その情報の記述の仕方を定義してるんですけどもそれをえっと実際にえっと計算機で使えるえっとデータにするためにはえっとまあ何らかのフォーマットが決まってないといけないんですで RDF を記述するフォーマットっていうのは実は一つではなくて複数あります。で、えっと、全部覚えるのは大変なんですけども一番ここで紹介してるのは一番簡単な N トリプル フォーマットというものでえっ、ー、と見ての通り3つの URI を並べるでかつその URI にこの鍵かんこれ何て言うかな「り小なりでョでなり」でくくるそれだけです必ずこの URI の場合はこの「大なり小なり」でくく、えー、ってくださいでそれを3つ並べたら3つ並べて最後に「 ピリオドを打てば、これが一つの RDF トリプルになります。URI、えー、と URI の間はえと必ずあの空白文字を入れてください。一つでも二つでも数は関係ないんですけど、一、えー、つ以上の空白文字を入れてください。はい。だからさっきあの模式図で示したこの RDF は N トリプルフォーマットではこういう文字列で表現されます。だから RDF っていうのは基本的にこういうテキスト情報なんですね。 あ、えー、と後の講義で使うフォーマットは、えー、とタートルフォーマットっていうものを使います。で、えー、とタートルフォーマットは、えー、とかなり、えー、と N トリプルフォーマットに、えーとまあ、似てるんですけどもあのいくつかの、えー、と主にその人間が読み書きするのにちょっと都合がいいように省略の仕方を導入しているっていうところが、えー、とタートルフォーマットの 特徴になりますで、えー、と重要な、えー、と省略のポイントはですね URI だと基本的に長いじゃないですか。こんなな風に長くなっちゃいますよ、ね、でしかもこの例えばある特定のまあユニプロットでも何でもいいですけどそのユニプロットのデータを RTF にする時にはもうほぼここから前半の プレフィックスと呼ばれるところは全部同じ情報ですよね。それが何百万回も同じ情報が書かれて、えっ、ー、と、無駄が多いので、それを省略するために、プレフィックスという記法をまず導入しています。ここですね。で、ファイルの先頭に、アットプレフィックスって書いて、で、えっ、ー、と、その、省略するためのなんか、記号、えっ、ー、と、文字列を入れて、 で、その後に、それが表す URI の、えー、とプレフィックス部分を入れます。記述しますで、ね、ピリオドをつ。で、こうすることによって、それ以降は、その URI のここからここまでを、この、えっ、ー、と、文字で、文字列で、えっ、ー、と、置き換えることはできる。ということですね。でこの場合、dbpedia-aur-coron で、キャピタルって書くと、 このまこの部分がこれに置換されてかつこのキャピタルがここのお尻に張り付くという形で解釈できます。でえっ、ー、と一つだけそのコロンだけっていうのが使えて、えーとまあ、よ,よくあるパターンはあの一番よく使うところにとかその,そのデータベースの一番根幹となるようなところにコロンだけっていう記法を使いますけどもこのコロンだけの場合にはこれ。 この URI のプレフィックスをえっとやっぱり使うえに置換されるというようなルールになっています。ですのでこの DBpedia これ DBpedia の例ですけど DBpedia の場合にはこの dbpedia.org スラッシュリソースっていうのが一応その一番中心的なリソースに URI になるのでそれをまあ今ここでコロにしてるわけですね。まあ、そうすることでかなり省略することができる。 ことになります。これは RDF を解釈するツールに入れると全部 URI に変換されて理解されます。でさっき RDF はグラフなので、えーとまあ、スキーマの変更に強いという話をちょっとしましたけども、まあ、これはそれどういうことかというとですねあの今まで一つ一つの RDF だけ紹介しました日本の 首都は東京みたいな文章でしたね。でも、えー、RDF は同じ URI は、えー、と当然この重ねて使えるので別の文章ですね例えば、えー、と日本の通貨は、まあ、ジャパニーズ円ですっていうような文章があったときにこの東京は日本の首都ですという文章と日本が重なって、えー、とグラフを形成すると。でこんな風にえーと 同じ URI を重ねていくことでどん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 複雑な知識のグラフが形成されていきます。でこれ自体はあの後から任意に好きなところに、えー、の追加をしていくことができるのであの後で新しい情報を追加するということに、えー、とすごくあの強いわけですね。で、えー、とそうかあともう一つこの図の見方でいうと。 この丸いでこの四角で表しているところがリテラルを表していますね。で、えー、RDF のグラフの特徴として URI が一緒の場合はこういうふうにどん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 グラフが伸びていく重ね合わせてグラフを伸ばしていくことができるんですけどもリテラルの場合はそれは許されていません。だから全く同じリテラルがあったとしてもそのこれが主語になって次のえっ、ー、と 濃度、えー、にグラフでいうとこの濃度に伸ばしていくということは許可、えー、されていませんよろしいでしょうか、えー、とたまたま同じ文字列が出てくるってことありますよねあるんですけどもそれはつな、えー、がっていかないですだから必ず RDF グラフの末端は、まあ、URI かまい、あ、うか、まあ、URI がリテラルでリテラルが一番外になるというような構造をとっています。 でえー、とさらにそのタートルフォーマットの、えー、と表記法を解説していきますけれども先ほどの、えー、とこのグラフですね、えー、とにはこんな感じのタートルフォーマットでまず表現されます。でただこれをもっと省略していくことができてえっ、ー、とですね 違う。あ省略の前に、えっ、ー、と、いくつかの記法を説明しますけども、えっ、ー、と、まず、あれですね。データ型の URI を用いてリテラルを修飾することができるっていうのは、例えば、ここですと、まあ、JAPAN っていうリテラルがあって、あの、まあ、これ文字列ですけども、それを、あの、XML スキーマ型のストリングですよというような形で修飾することができる。まあ、これ自体も、あの、えっ、ー、と、 スタートルの省略形式で書かれているので実際は、えー、と URI です。だからこれをちゃんとあの定義するとこれはまあ明確に文字列ですよということが表現できます。で、えー、と例えばこれ数字でこれ1.0って書いてあった場合にここが xsd インテジャーって書くとこれは数値の1.0ですよということを表すことができるし、えー、とストリングになってると数値ではない1.0ですよということを、えー、と明示することができます。 ただしタートルの場合にこれ省略したら、えー、とデフォルトの値解釈としてはこれはストリングということになっています。で、えー、と数字の場合は、えー、とこのクオートを外した形で書くと,、えー、と例えば1.0だったら、えー、とデフォルトはフロートとして扱われるとかそういうようなルールはあります。であとはもう一つはその言語タグという就職ができてですねこの例えばここの例でいうと JAPAN っていうのにアットマーク円って書くとこれは、えーと 英語のイングリッシュの文字列ですよということが指定できます。で、日本語の場合は例えば at ja ジャーって書くとえっ、ー、と日本語ですよということがえっ、ー、と記述できます。で、えっ、ー、とまあこういうふうに例えばその複数のラベルあの言語タグをつけて多言語のラベルを貼っておくと、まあ一つのあの応用例としてはあのアクセスしたまあブラウザの言語情報をみ,み見てえっ、ー、と そのどちらのラベルを表示するかみたいな時に選択するためにこういった情報を使うことができますね。でえっ、ー、とあそっかここに書いてましたねすいません、えー、とリテラルの就職方法の具体例例えばここで言うと XSD デシマルって、えー、と就職されているとこの文字列は、えー、と文字列ではなくて数値として扱うことができます。 で、収、えー、職されていないとこれは文字列ですねだから計算には使えない文字列というふうに扱あ ID みたいなものにとして解釈されますで引用符でくくられてないこ,んこういう場合は数値として扱われますで、えー、XSD はその XML の仕様の,の中で決まっている、えー、とデータ型ですけどもそれ以外にあの独自の、えー、と自分で例えば作ったような えっと、データ型、ここで出してるのは DBpedia で定義している、まあ、スクエアキロメーターあの平方キロメートルあの面積ですねこれは日本のあごめんなさい,あーい,い、ね、日本の、えっと、トータルエリア面積はこういった値ですよっていうことを表してるんですけどもあの、まあ、スクエアキロ,キロメーターというのは XSD の中にないんですけどもこういった独自の URI で就職して記述することもできます。 でえっと、ちょっとあの省略の話に戻りますけども、えっと、今まで説明したのは、えっと、タートルフォーマットではあ、U、プレフィックス記法を使うことで URI の、えっと、一部をえっと省略して記述,記述する記法があるということでした。で次ここで紹介するのは、えっと、主語を省略する方法ですね。あのしばしばあの同じ主語が何回も出てくるっていうことは当然あるということはちょっと想像できると思いますね。日本のことで を記述していたら必ず主語がいつも日本ってなるわけですけどそれを何回も記述するのは冗長ですのでえと一度出てきたえと主語をもう一回書くときはこういうふうに最後をえとピリオドではなくセミコロンで終わると,えと同じ主語が来ると考えて次述語語目的語だけ書くことができますだから日本この前で言うと「日本」っていう主語が来たら、え「ー 来る分が続くとひたすらあとは述語目的語述語目的語っていうふうに記述していくことができます。でさらに同じ述語が続くっていうこともまああるわけですよね。でそういう時、えー、ときはえっと述語もえっ、ー、と二回目からは省略することができます。でえっ、ー、とここではどういう省略か,ここから見えない。うんと。 えっ、ー、とラベルでさっきあの英語のラベルと日本語のラベルを作,作りましたけれどもこの時にこの RDFS ラベルという術語は2回使われているのでその場合には1回にして目的語を2回並べて間をカンまで区切るという記述方法が許されています。 でこれはたまたまあの一文で書いてますけれどもこれ別に開業することは問題なくてカンマして開業して、えー、と次の文を書いていただくことも問題ないですねで、えー、と最後は、えー、と主語が一緒の場合はセミコロンで終わるし次の文が違う主語で始まる場合はここピリオドで終わりますけれども、まあ、こういった省略方法がありますそれからもう一つ、えー、と重要な、えー、と省略技法がこの「あっていうやつで、えー、RDF コロンタイプっていうあ,の述語があるんですねでそのタイプっていう術語はこの日本っていうものが何かっていうものをことを記述するときに RDF タイプっていうのを使うんですけどもそれは RDF で非常によく使う記法なのでああのタートルでは一文字で「あ」っていうので、まあ、これ「ズアの「あ」だと思いますけども「ジャパン」「イズアカントリー」「国」ですね日本は一つの国ですと。 いう文章の時に RDF タイプを使うんですけど「あ」という記述をすることができます。でえっ、ー、とさっきその RDF の主語述語目的語には URI かリテラル、まあ、目的語の場合はリテラルが来るという解説をしましたけどもその時に、えー、ともう一つのパターンとして主語と目的語の場合に空白濃度が来るという解説、えー、話をしました。でその空白とととは何かということですけども あのここでは、えーとですね、日本の、えー、東京の、えー、と人口を、えー、と記述しているような RDF グラフを例として出しています。で、東京の人口はのかな2011年8月1日でにおける人口はこういう数字でしたと。で、一方で、えー、と2014年12月の数、えー、人口はこうでしたと。 でこういう記述をする、えー、ときに、まあ、さっきの例えば日本の首都は東京ですっていうふうに日本と東京をダイレクトで結ぶ、まあ、記法や記述をしてたわけですけども東京の人口はこの何ですか1300何万人ですよっていうふうにダイレクトで結んでしまうとこっちもダイレクトで結んでしまうとこの日付とこれの対応関係っていうのが例えば取れなくなりますよね。 でそうなってくると,、えー、とこの人口はこの日付の時この人口はこの日付の時ということを明確、えー、明示あ区別するために別の何かこう濃度が必要になるわけです。で当然これ URI を設定してもいいんですけども例えばあのこ,うこういう掲示的なデータですねもの、まあ、によっては例えば毎,毎分毎分計測するようなデータもまあ、えー、と理科学の業界ではあるかと思いますけども。 そういったもののために毎回 URI を発行するというのは大変なので空白ノードっていうその匿名のノードが許されています。でこれは URI との違いは当然そのグローバルな ID ではないのでまずブラウザに入力しても何も表示されないものです。で特定のデータセットの中だけでえっとユニークな値であれば良いということになっているのでえっと空白ノード自体は他のデータと混ぜた時にはえっとその このラベル自体は、えー、と区別されない可能性があるわけですねあの。ノードの ID は区別されない可能性がありますが、えー、と必ずその特定の,あのグローバルな ID からつながっているという形で、えー、と識別してこういうふうに使うことができます。はい、で、その空白ノードをあ、えー、とタートルフォーマットでどう書くかということなんですけども。 えとこの場合、えー、と東京の、まあ、ポピュレーションインフォーっていう、えー、と述語があったとして、えー、とその後でそで空白ー度を中括弧でくくってここに何かノードがあることにしてで次の文を、えー、と続けるとここがだから主語なんで主語述語目的語主語述語目的語。主語述語目的語 でまた次にポピュレーションインフォの目的語として空白濃度が次の空白別の空白濃度が来てこの空白濃度が次の主語になって主語術語を目的語になるということです。ででも名前が付いてないのでこれをまあ匿名濃度とかブランク濃度とか言ったりします。でかつあ,あとこういう記法もあ,ありますあの空白濃度が、えー、と主語で、えー、始まっている場合にあの中核濃 ただ、えー、と中核を開く閉じるって書くことで、まあ、何か何かは、えー、指し示す具体的なものはないけども何かっていうことで空白の主語を許しています。だからこれはこれは、えー、とあるオントロジーフ,ォアフ,フレンドはフレンドっていう、まあ、あの人間関係を記述する,する時に使うオントロジーがあるんですけどもある人がいたっていう文章はこう,こう,こういう記法になりますね。 でえっと、あんまりここ細かい話しませんけども、えー、と例えばさっきの例で言うと日本は日本 is a country という話、えー、例を出しました日本は国の一つなわけですねで国っていうのが、まあ、オントロジーで定義されていてそのオントロジーは、えー、と集合を表すわけですなんか国の集合があったときにここは例えば日本とかアメリカとか中国とかこれをイン集合の要素をインスタンスっていうふうに呼びますけども えと必ず、えー、と何か特定の日本とか、えー、とこの場合だと、まあ、タンパク質で言うとは、まあ、ユニプロットのあるタンパクとか人の名前だとバラク・コオバマとかいうこといろいろありますけれどもこういった、えー、URI で表される何かっていうのは必ずオントロジーのクラスの要,、えー、と要素であるというふうに、えー、と解釈します RDF では。 でえー、とそれを、えー、と記述するために必ず何かの、えー、URI これは日本だったりタンパク質だったりするわけですけどもそういったインスタンスは RDF タイプでそれが所属するオントロジーのクラスを記述します。まあ、こうすることによってこれこ,こ,こ,こに書いてあるのが何なのかっていうことを機械的にも、えー、と処理できるというか区別できるということになります。 ここで例を出すのは、例えばこう DB ペディアデビッドボイとかユニプロット P 六三ゼロ一五という例を出してますけども、えっ、ー、と繰り返しになりますけど、コンピューターにとってはこういったのはただの文字列には過ぎないわけですね。だからえっ、ー、とこれとこれに特段のなんか意味的な違いを感じることはまあないんですけども、こういったオントロジーをちゃんとつけることで、えっ、ー、と機械的な処理をする意味を意味を伴った 機械処理ができるというところがセマンティックウェブの一つ重要なところになります。で、えー、とただ、えー、RDF 自体そのあの必ずじゃ RDF タイプを記述しないとダメなのかというと記述しなくても別にいいんです。で記述しないままの時にはそれは解釈としては RDF リソース型っていうのがまあ用意してあって、まあ、書いてなかったらそれは RDF リソース型の何かだ,だなというふうに解釈することになっています。 であとですね、えーと、この述語なんですけども、述語にも、えー、と2種類、えー、とあって、アウルというそのオントロジー記述言語の中で二種類あ、本当は、まあ、3種類あるんですけど、2種類って、えー、と主に定義されていて、えーと、オブジェクトプロパティというタイプの述語と、データタイププロパティというタイプの述語があります。で、えーと オブジェクトプロパティというタイプの述語は、えー、と必ず目的語に URI、えーまあまあえー、どっちでもいいですけど、えー、といわゆる URI か空白ノー度を取ることになっていてでデータタイププロパティというのは目的語にリテラルを取るということになってますまあそれだけの違いですねはい でえー、とここ繰り返しならかいいかな飛ばしましょう。